こんにちは。今回は膜消化について説明します。前回は口から摂取した食物がどこでどのような消化をされるのか説明し、糖質、タンパク質、脂質はそれぞれどこで何という酵素で消化を受けるのかなどをお話ししたと思います。そして今回は前回軽く流していた小腸絨毛での消化についてお話しします。例えば前回は二糖類までの消化を説明しましたが、最後の消化の部分は説明していなかったと思います。赤で囲った絨毛での消化吸収の部分は大切なのでしっかり押さえるようにしましょう。はじめに小腸の構造を確認しておきましょう。小腸は胃袋以降の十二指腸、空腸、海腸の管の部分を指しますが、その管をもう少し拡大すると表面はひだがある、こんな構造をしています。次にこのひだの部分をさらに拡大してみましょう。そうするとひだの先端にはさらにトゲトゲが存在しています。これをさらに拡大すると一つのトゲの表面には非常に細かい絨毛が生えた細胞がずらっと並んでいます。栄養素はこの細胞の部分で最後の消化と吸収をされることになります。というわけで次に小腸での消化と吸収について見てみましょう。吸収については次回以降詳しくするので、今日はざっくり概要だけ把握しておいてください。先ほど紹介した小腸の表面にある細胞には栄養素を消化する酵素とその酵素で分解した栄養素を吸収する入り口があります。イメージはこんな感じで、ハサミと入り口がそれぞれあります。次にもう少しこのあたりを詳しく見ていきます。先ほどの突起部分を拡大してみます。ここにやってきた二糖類は膜の表面にある酵素によって分解されます。ここではマルトースを分解しているのでグルコースが2個できてきます。そしてこのグルコースはできた瞬間にすぐ横にある入り口から即吸収されていきます。このようにして糖質は炭糖として吸収され門脈へと入っていきます。小腸の膜表面で吸収前の最後の消化をすることを膜消化と言います。この膜消化を受けるのはここに書いたマルトースだけではありません。マルトース以外にもラクトースやスクロースといった二糖類も膜消化を受けて炭糖として吸収されていきます。ラクトース、スクロースを構成する炭糖を覚えているでしょうか？覚えていなければ次回の吸収の時までに覚えておきましょう。二糖類の説明はお手軽版第1回の最後の方、おまけ部分にあると思います。ちなみにたまに酷使に出てくるのがトレハロースです。これは2つのグルコースがちょっと変わったつながり方をしている二糖類ですが、実はこれも膜消化されます。その後は2つのグルコースになるので、吸収されるルートなどはその他と全く同じです。少し雑な説明をすると、一部の例外はありますが、メジャーな二糖類3つやトレハロースなど、酷使によく出てくる二糖類は膜消化を受けると覚えておいて大丈夫です。臨床栄養の範囲などで登場するラクツロースも二糖類ですが、これは消化されない二糖類なので、余力があれば覚えておきましょう。ただし、このページに書いた4つの二糖類に関しては膜消化を受けるので、これら違いがはっきりわかるようにしておきましょう。そして、糖質だけでなく、タンパク質の消化吸収でも膜消化が関与しています。この赤で囲った部分、前回はジペプチドやトリペプチドもそのまま吸収されるような矢印の書き方でしたが、実は一部のペプチドたちも膜消化を受けて、アミノ酸になって吸収されます。このように糖質やタンパク質といった同じようなものがたくさんつながっているものというのは膜消化を受けて最後に一個一個のパーツとして吸収されていきます。裏を返すとわざわざ膜消化の直前まではバラバラにせずに運んでいるということになります。一見すると吸収される入り口の直前で一つ一つ切るよりもそこに至るまでのいろいろなところでさっさとバラバラにしてしまって、どんどん吸収していく方が楽な気がします。ではなぜ吸収直前まで消化しない膜消化という方法をとっているのでしょうか。なぜわざわざ膜消化をするのかについては、浸透圧というものが深く関与しています。浸透圧は科学の授業で習ったことがあると思いますが、実は人体内のいろいろな働きや酷使の問題を解くのにすごく大事な知識なので、ここでおさらいしておきましょう。浸透圧の説明をするとき、よく例に挙げられるのが、キュウリの塩もみです。キュウリをスライスして、そこに塩をかけると、キュウリから
どんどん水が染み出してくるというのは知っていると思います。これはキュウリ表面についた塩が非常に濃い塩水としてキュウリの内側の水を外側に引き出してくるからです。このように水を引きつける力のことを浸透圧と言い、濃度が高いほど浸透圧が高いということになります。ちなみにこれは塩だけでなくお砂糖でも同じことが起きます。とにかく濃度の差があればこのように浸透圧、水の移動が発生します。では話を戻して、なぜ膜消化に浸透圧が関与しているのでしょうか。それを知るために、もし膜消化をしなかったらを考えてみましょう。画面下半分に小腸の管の中と膜消化直前の二等類を用意しました。通常ならこの後膜消化を受けますが、ここでは仮にここに来るまでに全て分解されて胆糖になっていた場合を考えてみます。ここに来るまでにすでに胆糖まで分解されているということはこのような状態になります。この時腸内に存在する分子の数は2倍になります。分子の数が2倍になるということは濃度も高くなります。濃度が高くなるということは浸透圧も高くなります。そうすると腸の中の濃い液体が周りの細胞などからどんどん水を引きつけてきます。つまり小腸の中に水がドバドバ流れ込んでいることになります。小腸の中へ大量の水が流れ込んでくるとどうなるでしょうか。このような状態の時、人は下痢になってしまいます。浸透圧が高くなりすぎることによって生じる下痢を防ぐために人間は膜消化を行っています。浸透圧と下痢に関しては国史の臨床栄養の範囲でよく出題されます。ここに大きく示した2つは非常によく出る内容なので、しっかり理解しておきましょう。また血圧が上がる理由の一つにも浸透圧が関与しています。人体のいろいろなところで浸透圧が関わるので、今回は原理だけでもしっかり覚えておきましょう。まとめです。前回までの消化と同じように、どこで何を消化するのか、これをしっかり押さえておきましょう。そして浸透圧はいろいろな問題のベースになるので、原理をしっかり理解しておきましょう。ただ原理といっても、今回紹介した濃度と水を引きつける働き、これを覚えておけば OK です。それを踏まえて確認問題です。膜消化についてしっかり覚えておきましょう。今回はここまで。お疲れ様でした。これからも分野横断的な解説や対策動画を出していく予定です。もしよければグッドボタンとチャンネル登録よろしく。